いやー、まだまだ暑いですね。光が2ギガで4980円、ついに我が家にも光がやってきます。はいはい、そうなんです、ついに契約をしてしまいました。え、まだ光じゃなかったのみたいな感じですけどね。なんかいろいろ入ってる。ヌーロのウェットティッシュが1つ、もう1つ、もう1つ、3つ、4つ、いくつ入ってるのか。ああ、5つ入ってました。なんかいっぱいもらっちゃいました。ありがとうソネット。あ、これはおニューロのボールペンですね。こっち側は光ります。そして反対側はなんとボールペンが出ます。ボールペンを2つもらいました。まあただより高いものはないですけどね。はい、ヌーロのクリアファイルの中に、契約書が入っております。世界最速高速インターネットヌーロ光デビュー。うちが今までどこで契約してたかっていうと、あの J:COM なんですよ。で、 J:COM さんは残念ながらの光がないので、これだけインターネットの上りも下りもたくさん使ってて光じゃないのはさすがにきついだろうと。僕ん家でだいたいですね、 17Mbps 出てるんですよね。17からいい時で20ぐらいですかね。まあ、これだけね、動画を上げたり落としたりしてるんですから、光は絶対必須だろうと思って前々から契約したかったんですけれども、吉祥寺の駅前をプラプラ歩いてた時に引き止められて契約してしまいました。ただちょっとこれ言い過ぎですよね。2ギガ絶対出ないですから、ちょっと書き加えといてあげよう。まあ、正確にはこういうことです。光が2ギガ出たらいいな4980円と、大体この認識でいいんじゃないかなと思います。で、最近ヨドバシの店員さんに面白いこと聞きまして、僕が前から使ってる Wi-Fi ルーターなんですけれども、これ 3G なんですよ。で、僕ヨドバシカメラで 4G の Wi-Fi ルーターを試させてもらったんですけれども、そしたら 4G と 3G がそんなに変わらないんですよ。あの上りは全然変わりますよ。下りがそんなに変わらなかったんですよね。1メガ変わるか変わらないかぐらいですかね。で、あ、意外とそんな変わんないですねって言ったら、まあ、嫌な客だよね。こう試させるだけ試させてもらって、そんな変わんないじゃんとか言ったんですよ。でもなんでかなって思うじゃないですか、 3G と 4G で違うんだからって聞いたら、今 3G 使ってた人が 4G とか LTE にぐわーっと移行してるわけですよ。だから向こうに人数が増えちゃって、逆に遅いはずの 3G 回線が結構ね、人がいなくて空いてるんですって。わかります？言ってること。だから今まで軽自動車とかに人がたくさん乗ってて、もう軽自動車そんな動かないよっていう時に、太い回線のさ、セダン車みたいな、もっと速く走れるセダン車用意しましたよって言ったら、軽自動車に乗ってる人たちがみんなセダン車の方乗っちゃって、逆に軽自動車の方がちょっと今速く走れるみたいな。 3G が今ね、安定してるんですよ。まあ、ただ上りが使えないっていうのもあるんで、これともう一個 LTE が無敵か、当たり前か。なんか9月から本格的になんかサービスインするんで、結構今力入れて販売してるそうです。世界最速ヌーロバイソネットを契約いたしました。まだ僕に回線工事の電話が来ないので、ちょっとまだ待ってる状態なんですけれども、無事開通したらこのヌーロがどれぐらい速いかというのもレビューしてみたいと思います。じゃねー。